カブカブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経。308円あげましたね。 前日のダウがね、3日続伸していたんですよね。94ドル高ということで、ハイテク株に買いというふうにね、書いてありますけども、日経もね、その流れを受けて、まあ、ハイテク株がね、買われたりとかですね、あとはね、円安がね、かなり進んだので、輸出株にね、買いが入ったと。 いうことがねありましたよね,、うん、でね昨うもお話をしましたけども、日銀がね連続指値オペをしているので、円がですねなかなかね安い方向でねずっとこういるというようなことがあって、ですね輸出株がね買われているということがねありましたよね。うん ということでね、今日はね、日経反発してきましたね。300円以上上げたということでね、まあ良かったと思いますけどもね、またまたね、75日線の上の方をね、こういるので、この調子でね、どん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 ね、上の方にね、向かってほしいと思います。頑張ってください。そして、マザーズですけども、はい、マザーズもですね、今日はね、なんとか頑張ってね、上げてきましたね。はい、おめでとうございます。うん。 でね、このままね、75日戦のところまでね、なんとかね、来てほしいという願いはね、あるんですけれども、ところがね、マザーズもね、あとね、今週3日だけのね、命ですよね。<laughs> マザーズ市場っていう名前のものがですね、もう今週でね、 消えてなくなってしまいますので、でね、来週の4月4日からはですね、皆さんよくご存知の通りに、これらの市場がですね、3つにね、こう統合して配分されるということになっていますよね。プライム市場とスタンダード市場、それからね、グロース市場ということですよね。うん。で、まあ、マザーズのね、ほとんどはですね、グロース市場にね、まあ、行くというようなことだと思いますけども、はい。うん。 これからね、この3つになるということで、俺たちのマザーズもね、これからはですね、俺たちのグロース事情というふうにね、呼備ようになるかなというふうに思いますけども、はい。マザーズね、最後の3日間頑張ってね、ドーンとね、あげてほしいと思います。優秀の美を飾ってほしいと思います。頑張ってください。以上、試合関連でした。続いて、テーマ別。テーマ別でですね、まずはね、海運関連なんですけども、 海運ね、今日まあまあね、良かったと思うんですよね。まず優先がですね、プラス2.3%ということになり、そして商船三井がプラス1.4%、それから川崎汽船がま0.9%と、まあ、いうようなことになっているんですけども、うん。まあここのところちょっとね、下げていたので、今日なんとかね、少し盛り返したかなという感じはね、ありますけどもね。うん。ね 有線とかね、商船三井とか川崎汽船みたいに、海外に行ってね、帰ってくるような海運はですね、ドル払いでね、賃金をね、もらっているはずなんですよね。うん。ということで、円安になればなるほどですね、こう、円のね、収入がね、増えていくだろうというようなね、こともね、思惑的にはね、あるかなというふうにね、思われますけどもね、はい。どういうふうになるかね、見ていきたいと思います。続いて、半導体関連なんですけども、はい。 半導体関連ね、今日はですね、このリストに入れている、まあ半分ぐらいがね、上げているという感じになりましたけどもね、うん、まあ地合が良かったのでね、まあ上げてきたものもね、いくつかあったというふうになりましたけども、で、昨日ね、なかなかチャートがいいんじゃないかという話をしていた高鳥なんですけども、今日ね、一瞬ですけども、 と、この間のね、直近高値をね、抜いていったんですよね。うん。抜いたのは抜いたんですけども、ただね、ちょっと上品をつけてね、叩き落とされるというような風にはね、なってしまったんですけども。でね、昨日のね、大引け後にね、実はね、材料が出ていたんですよね。パワー半導体向け SIC 材料切断加工装置の大内受注に関するお知らせと。 いうようなね、ものを出していて、まあ、これもね、結構ね、いい材料と見られたのかなということで、朝はね、ドーンと上げたというような時間帯もあったんですが、まあ、そこはね、ちょっと前回のね、高値でね、ちょっと叩き落とされたというような感じにはなってしまいましたけども、はい、今週ね、なんとか頑張ってね、この前回の高値を明確にね、抜けていけるのかどうかというところでね、見ていますのでね、頑張ってほしいと思います。以上、半導体関連でした。続いて、 EV 関連ですけども、はい、EV 関連ね、今日はですね、このリストに入れている8割ぐらいのね、銘柄がね、上げてきたということになりましたね。はい、おめでとうございます。でね、特にですね、このユニバースがね、一番上げたということで4、4%近くね、戻してきましたね。うーん、良かったと思いますけどもね、ここのところね、ずっと下げていて、厳しい感じになっていたので、今日はね、まあちょっとだけですけども、戻してきたということになったんですが、うーん、今後ね、ちょっとまだまだね、こう、 厳しい展開のチャートにはなっていますが、うまいことね、横横で整えながらね、上の方にどんとね、行ってほしいと思いますけどもね、頑張ってほしいと思います。続いて、昨日言っていた松尾電機なんですが、はい、チャートのね、形がね、結構好きかなというような話をしたんですけども、今日はね、まあまあ、固く1.7%上げたということになりましたね。うん。で、こちらもですね、このね、前回の高値をね、なんとか抜いてくださいということで、 頑張って欲しししいいいいと思まますす、はい、よろしくお願いいたします以上、EV 関連でした。続いて、直近の IPO ですけども、はい、直近の IPO ね、昨日話したですね、エッジテクノロジーがですね、なんと、今日、ストップ高になりましたね。いやー、すごいな。うーん、すごいっすね。うん、で、昨日話したのはですね、3月の3日、うん、動画のね、お休みをいただく前の最後のですね、3月3日、 の注目銘柄にね、入れていたエッジテクノロジーがですね、なんとね、こっからね、ドヒョーンってね、いつの間にか上がっていて、もう3倍近くになりましたよね、びっくりしましたね、という話をしたんですけども。 今日はなんとね、ストップ高になってですね、明確にね、3倍以上になったということになりましたね。いやー、すごいっすね。うーん、びっくりですが、で、エッジテクノロジーね、なんでこんなに上げているのかね、ちょっといまいちわかりませんけども、まあ、ただね、3月11日にね、出していた、まあ、決算がですね、まあまあ良かったんですよね。うん、で第3四半期ですでにね、92.5%のね、進捗率というようなことがあって、 でまあ、それでね、かなり買われているのかなという感じは、ね、ありますけどもね、ひょっとしてね、フロンテオの代わりにね、こっちが、ね、今、目をつけられているのかなと。 勇う気がね、しなくもないんですけども、はい、エッジテクノロジーね、今頑張ってますね。すごいですね。はい、おめでとうございます。そしてですね、昨日ね、上場したメンタルテクノロジーなんですけども、こちらの方はですね、今日はね、残念ながらですね、陰線をつけてね、終わってしまいましてね、9%以上下げたということになりましたけども、昨日はね、割と調子よくね、陽線でいけたんですよね。なのでね、まあまあいけるのかなと思っていましたが、しかし、今日はね、かなり厳しい展開になったと。 いうことなんですけども、ただね、これね、まだロックアップのね、1.5倍にね、一度もね、到達していないんですよね。うん。なのにですね、ちょっとこんな下手な感じになっちゃっていてですね、うん、もうちょっとね、頑張れるかなというふうには思いますけどもね、はい、頑張ってください。よろしくお願いいたします。続いて、明日ね、一社また上場しますよね。ギックス9 2 1 9ですけども、はい。 でね、こちらの事業内容はアナリティクスを用いたデータインフォームド事業とかですねデータを活用した各種コンサルティング業務およびツールの研究開発というようなことなんですよね。うん、で想定の時価総額が、ね、58億円程度ということになっていますね。はい、で、公募価格が1070円ということなんですけども、はい、で当選の、ね、株数は、ね、119万株と。 いうことで、まあ多くも少なくもないかなというような感じはしますけども、でねロックアップはですね完璧なんですよね、90日間と継続保有ということなので、少なくともねここからは、ね、大きい売りはね出ないだろうというふうにはね思われますけども、うん、なので、明日ひょっとしたらです、ね、寄らないということもねなくはないのかなというふうに思いますけども、まあ、自愛しないかなと。 いう感じではありますが、はい、どうなるかね、楽しみにしています。頑張ってください。GIX でした。続いて、新ネタ。新ネタのコーナーですけども、まずはね、j ェイフロンティアなんですが、はい、j ェイフロンティアですね。なんと今日ね、ストップ高で弾けましたね。はい、おめでとうございます。でね、こちら何があったかというと、こちら、昨日のね、大引けもにね、こういうお知らせをね、出していますよね。 薬局のデジタルトランスフォーメーションを支援する新サービス即薬オンライン薬局開始及び総合メディカル株式会社での導入決定のお知らせというものなんですよね。ははいいおめでででとうござまますす、うん、ねね、まあこれ調剤 薬局さんにまあ、予約したりとかですね、いうことをオンラインでねできるというような感じのものなんですよね。うん、でそれを総合メディカルというまあ薬局さんにですね展開しますよということで、まあ、全746店舗で導入を決定いたしましたということなんですよね。うん まあこれね、なかなか面白いと思うんですよね。うん。やっぱりね、まあこの調剤薬局さんってね、結構ね、こう、時間かかりますよね。行ってから結構ね、待ったよという経験をね、した方結構多いかと思いますけども、まああの中でね、結構ね、ちょっとあの、風邪ひいたりとかしてる方もね、結構いるので、あそこでね、長時間待つっていうのはですね、それなりのね、リスクはね、やっぱりありますよね。うん。 まあそんな中で予約してからね、行けるというようなことなのでね、まあその辺のね、時間がね、すごく短縮できるのかなという感じにはね、思いましたけども、どうなんでしょうかね。はい、なかなかね、いいかなと思います。頑張ってほしいと思います。はい、続いて N、N リンクなんですけども、はい N、N リンクですね、なんと今日びっくり29、29%ありましたね。いやー、すごいですね。おめでとうございます。うんで、ここのとこね、なんかこの横横のね、感じにね、収まっていたんです が今日はですねなんとドヒョーンとね29%曲げてきたということになってですねかなりねちょっとびっくりしましたけども、はいね、N リンクといえばまあ NHK の、ね、受信料をまあ徴収しに行くというような、ねまあ、会社だということなんですけどもそれ以外にもね実はですねゲームのね子会社をね持っていたんですよね。ドワーフワーーフクスと いうようなね、子会社を持っていて、でね、そこがですね、実はね、ゲームを出すということで、バトルのね、プロモーションビデオがね、公開されたということなんですよね。メモリや夢の旅人と双子の案内人というようなことみたいなんですけども、まぁ、あ、こんなような感じのね、ものなんですよね。うん。で、これがですね、果たしてね、そんなにね、面白いのかどうかはね、僕にはね、全くこう判断できないんですけども、 まあ、これがね、なかなかね、とにかく面白そうかなというようなことで交換されてね、今日はね、買われてきたのかなという感じがね、見えましたけどもね。うん。まあ、こういうネタがね、いくつかね、こう積み重なってですね、面白い展開になればね、いいかなというふうにはね、思いますけどもね。はい。頑張ってほしいと思います。続いて、ウェルスナビなんですけども、はい。ウェルスナビね、今日はですね、なんと15%上げましたね。はい。おめでとうございます。うん。 でですね、ここのところね、ちょっとかなりね、厳しい展開がね、続いていましたよね。一頃はですね、爆上げしていてね、結構いい感じでドーンと行っていたんですけども、ここのところね、ちょっとね、かなりこう下げていたというような中で、今日はね、うまい具合にね、ちょっと上げてきたんですけども、はい。で、これは何があったかというとですね、ウェルナビーがね、預かり資産が6500億円を突破しましたと。 いうことをですね、昨日のね、大引き語にね、出していたんですよね。うん。ということでね、これに反応して、今日はね、上げてきたということ見ないなんですけどもね。うん。なかなかね、こう、最初の方はですね、こう、斜め45度にね、キュッ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 とね、上げてきてですね、いや、なんだこれっていうようなね、感じになったんですけども、まあ、このチャートで見ると、斜め45度というよりも、もうほとんどね、90度近くにねなって上げていたわけなんですけども、うん。 まあ、とにかくですね、今日はね、なかなかの上げっぷいでね、良かったかなと思いますね。はい、頑張ってください。そして、最後にですね、スマートバリューなんですが、はい、スマートバリューはですね、今日ね、11%あげましたね。はい、おめでとうございます。うん。でね、こちらはですね、なんとね、朝のね、10時にですね、開示をね、出してきたんですよね。うん。 で、それはこういうものだったんですけども、モビリティのシェアリングプラットフォーム、車ベースを北海道電力株式会社へ提供開始と。で、テスラ API 連携も活用し、EV カーシェアリングの実証事業へ提供と。 いうことなんですよ、ねうん、まあ、相手がね、北海道電力ということで、なかなかね、いい話かなというふうには、ね、思いましたけどもね。うん。で、あとはね、テザラの API ともね、連携可能だというようなこともあって、まあ、ネタとしてはね、なかなか面白いかなという感じはね、しましたけどもね。はい。これがうまい具合にですね、こう、はまってね、 北海道でね、いっぱい使えるようなね、感じになっていけばですね、全国展開もありかなというようなこともあるので、はい、楽しみにしてね、待っているので、頑張ってほしいと思います。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、3月29日に注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずこのね、EAJ なんですけども、はい。 EAJ ね、なんとですね、今日はよらずのストップ高でしたね。はい、おめでとうございます。うん。で、まあ、厚労省からのね、受注をね、また受けましたというようなことがあって、まあ、今日はですね、寄らずのストップ高ということになりましたけどもね。はい、明日もどうなるかね、見ていきたいと思います。そして、j タワーですけども、こちらもね、今日なんと寄らずのストップ高ということになりまして、2日連続のね、よらずのストップ高だ,だったので、 明日はですね、上にね、値幅4倍チャレンジということになりましたけども、うーん、どういう風になりますかね。まあ、より点だけはね、勘弁欲しい、して欲しいという気がね、しますけどもね。うーん。まあ、値幅4倍だとね、最近特にね、こう、良い点がちなので、それだけにはですね、ちょっと気をつけていきたいと思いますけどもね。はい。どういう風になっていくか見ていきたいと思います。そして、アスカネットなんですけども、はい。アスカネットはですね、今日ね、なんとかうまく反発して、2.5%。 ありましたね。はい。おめでとうございます。うん。で、ただね、一時的にね、こう、ドカーンとね、下の方にね、こう来たんですよね。何がね、こう、きっかけでね、下げてきたのかね、よくわからないんですけども、まあ、一時的にね、ドーンと下に来たので、この辺でね、本当にうまい具合にね、こう、刺さった人たちはね、よかったんじゃないですかね。ここからね、ドヨヨヨ,ヨーンと上がっていってですね、プラテンまで行きましたからね、2.5%上げたということになったので、うん、この辺のね、安値で刺さった人たちはね、本当に良かったと思いますけどもね。はい。 アスカネット応援していますので、頑張ってください。そして、昨日言っていたですね、エネチェンなんですけども、エネチェンね、今日反発しましてね、良かったと思います。1.5%ね、上げてきたということになったので、うーん、まあ昨日がね、そこだったというふうになればいいかと思いますけどもね、はい、こちらもね、ガンガン頑張ってほしいと思います。以上、3月29日の注目銘柄でした。続いて、3月30日の注目。エノリンクス、J フロンティア、エッジテクノロジー、EAJ、EA J タワー、グローバルウェイ、ウェルスナビ、タ取、アスカネット、松尾電機、インクルーシブ、エネチェン、ダイヤホールディングス、サイバーセキュリティ、マイボックス、メンタルヘルステクノロジー、この辺を中心に見ていきたいなと思ってます。 それではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。